はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、リミテッドリーシャとリミテッドロゼッタということで、まあ次の風有利古戦場に備えてですね、まあこちらの二大巨頭、風属性のリミテッド界の二大巨頭なんですよ、実はこの二人って。いや、そうでもないかもしれないわ。まあリミテッドキャラクターとしては割と古参の、風属性のリミキャラとしては割と古参の二人なんだけど、どちらもですね、共存はしないけど存在感を放ってるっていうようなキャラクターで、昔はロゼッタがすごい強かったんですよ。で、今はなんかキャラ調整とかがあってリーシャが前に出てるっていうような感じなんだけど、まあ、やっぱ風属性で古戦場でヘルを倒しますってなると、この二人のね、話題に関してはちょっと外すことはできないということで、まあ、昔の歴史と今だったらこうかなっていうような話とかをしていきたいなというふうに思っております。まあ、なんかね、今月最終上限回をどちらかがされるんじゃないかみたいに言われてたけど、なんかされませんでしたね。まあそんな感じなんですけれども、ちょっと性能の方を見ていきましょう。で、まあまず、ロゼッタからいこうか。うん、ロゼッタはですね、昔の、古戦場の方ですごい大きく輝いてたキャラクターではありました。ロゼッタの特徴としては、攻撃を食らうことで結界レベルっていうのが上がるんですよ。で、この結界っていうのを解放することで味方全体に強化効果を付与できるよっていうようなキャラクターでした。ちょっとじゃあ実際にやってみようか。まあこんな感じで、こんな感じで、こんな感じと。で、1アビを使うと結界を展開します。はい、結界が上がる。で、この状況で敵をぶん殴って、まあ、あの敵から攻撃を食らうと結界レベルが上がっていきます。で、この状況って防御性能が上がっているから、まあ、他のキャラクターの、他のキャラクターに被ダメージが行きづらくなりますよね。攻撃を食らえば体力の維持がしやすくなるっていうのが、まあ、もともとメリットでありましたね。で、これで攻撃でいい。こうやって攻撃を食らえば食らうほど結界レベルっていうのが上がっていきます。攻撃を食らわないと結界レベルっていうのは上がりません。で、この結界っていうのは2ターンあるんで、まあ2回連続で攻撃を食らわなかったら結界レベルがリセットされますね。うん、っていうような性能になってる。だけど今結界レベルが4になりました。で、ここで2アビ使おう。で、2アビってのが結界レベルを上げるっていうリミットサポートアビリティ持ってるんで、まあ、これでバラの結界が5になります。じゃあこれで結界後の状態で、結界を解放するとこんな感じでね、めちゃくちゃなバフ効果をばらまくことができます。通常攻撃時、風追撃で弱体成功、弱体耐性、DATA 攻防アップっていうね、まあ、かなり嬉しいバフを味方全体にばらまいてくれますよね。まあ、もともとそのバラの結界レベルに応じて、そのバラの結界を展開してる間は防御性能が高まってるリミテッドロゼッタに加えて、結界解放すると防御力も上がるから、古戦場のヘルとかでは攻撃痛いじゃないですか。痛い攻撃を、まあ、あの耐久力でカバーしてくれるから、割とですね、あの防御力安定性が高いっていうところで昔好まれてましたね、採用する部分としては。うん、で、敵の攻撃が全体攻撃だったとか、通常攻撃が全体攻撃のお姉さんとかが出てきた時は、昔の話だけど、コルワと合わせてた。リミロゼコルワっていう、リミテッドロゼッタプラスコルワっていう形で、攻撃を食らうことによって、なんかバフを貯めていくよっていうキャラクターを2人組み合わせることで、敵をぶん殴るっていう編成もメジャーになったりしてましたね。うん。まあ何にせよ、攻撃を食らうっていうことを起点とするキャラクターなのがロゼッタ。だから、まあ敵の攻撃が全体攻撃とか、三人対象だよとか、まあそんな感じじゃないと効果を発揮できないという意味で敵を選ぶっちゃ選ぶんだけど、まあその分安定性が高い。刺さる敵に対しては安定性が高いっていうタイプのキャラクターかな、ロゼッタは。俺の中の印象では。で、リーシャに関しては、まあ昔の話をすると、防御性能が低いなと思った。やっぱり、俺の中ではね。ロゼッタとリーシャを比較すると、やっぱリーシャの使ってる編成の人はね、死にやすかったですね。だから、蘇生薬とかポンポン使ってるなっていうのが昔のリーシャの印象だったんだけど、今はね、割と、
なんか王道というか、とりあえずリーシャっていうのが今の環境になってるかな。で、まあリーシャの特徴としては号令を発令するってのが特徴なところですね。で、この号令っていうのがまあアビリティの種類、ダメアビとか弱体アビとか回復アビとか種類によってね、号令っていうのが溜まっていくんですよ。で、この号令っていうのを解放するとなんか追撃がつくんですよね。で、どっちも追撃がつくんだけど、ロゼッタの追撃とリーシャの追撃って共存しないって話最初にしたっけ？共存しないんだよね。だから、まあ、どっちかは、どっちかをチョイスしなきゃいけないっていうような感じの、感じかな。じゃあちょっと実際に使ってみようか。こちらの方のメリットは、敵の攻撃を食らうとか、そういった条件が全くないから、まあ、好きな時に好きなように使えるっていうのは魅力的な部分だね。で、今攻撃アビリティを使ったら、攻撃号令っていうのが溜まったよね。で、この攻撃号令っていうのは、まあ、他にダメージアビリティとかを使っていくと、まあ、こうやってゴリ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 と溜まっていきます。で、さらにサポートアビリティで空行の刃ってのがあるんだけど、まあ、これはなんか、アビリティ適当に使ってたら溜まってって、よいしょ、アビリティがこう溜まっていくと、よいしょ、自動発動アビリティダメージを与えて号令を1上げるよっていう効果になります。はい、これはね、最近キャラクター、最近じゃないんだけど1年前とか2年前ぐらいにキャラクター調整で新たに付けられたサポートアビリティで、これによってリミテッドリーシャの評価は大きく上がったね。で、今号令が5になったんだけど、サービス使います。これ号令解放するとダメ上限アップと追撃と風攻撃アップが2ターンつきます。リミテッドロゼッタの方は5ターンつくんだけど、結界が、リミテッドリーシャの方は2ターンしかつかないです。短いけど、まあダメージの上限伸び幅が大きいっていうような感じになってるかな。で、あと連撃率アップとかもつかないから、普通に DA とかシングルアタックとかボリボリ出るから、まあ2オと組み合わせるのがほぼほぼ必須っていうか、まあ前提みたいな考え方をされがちかな。やっぱトリプルアタック確定するよとか、連撃系の覚悟はリーシャに関しては課題かね。まあロゼッタもそうっちゃそうなんだけど、うん、まあなんで、まあ今現在のメタとしては2王を使う、こうやってね、こんな感じの編成がまあ基本的な構成になってる。で、今現在じゃあどっちがいいのっていう話は、まあリーシャなんですよ。で、なんでかっていうと、まあダメ上限が上がるっていうのもやっぱでかいですよね。今現在古戦場って 150Hz の話をすると、 HP50% から 35% までぶっ飛ばすみたいなのが結構デフォなんですよ。そうで、そんな時にダメ上限が上がってるとやっぱ飛ばしやすいので、ダメ上限が上がるとか、まあ、風攻撃追撃が上がるよっていうのが魅力的な部分と、あと前回のフレイだっけ、前回のフレイって単発攻撃とかだったよね確か。そんな感じがあって、なんかリミテッドロゼッタ自体がまず使いづらかったっていうのもありましたね。まあ自由度がどんな敵に対しても安定して使えるっていうのはやっぱり魅力的な、リーシャの魅力的な部分かなっていう感じがする。あとやっぱターンがかかりますね、リミテッドロゼッタ自体は。攻撃を最低でも4ターン食らって、でアイアンメイデン使って結界解放っていうその過程を踏まなきゃいけないので、どうしてもですね、時間がかかっちゃいますね、ロゼッタに関しては。うん、なんでそのあたりからも今現在はリーシャが好まれてるっていうような印象かな。まあ、特にリーシャでよくねっていう風になった理由としては、さっきもちょろっと言ったんだけど、キャラ調整のおかげだね。キャラ調整でリミットボーナスアビリティがちょっと変わったんだよな。昔はターン終了時 14% ぐらいの確率で号令が上がるっていう、これだな、あ、これはこのまんまか、ほらこのまんま、これだ、これで号令が運よく上がったらなんかいいよねみたいな上振れムーブがあったんだけど、まあこれ号令を発令中ターン終了時稀に号令レベル上昇、これ確か 14% ぐらいなんですよ。なんだけど、まあ新しくサポアビが変わって、味方がアビリティを使用すると空行の刃レベルが上昇しますということで、まあこれがですね、他のキャラクターがアビリティを使うと号令レベルを上げますよっていう、昔なかったんですよ。だからこれによってアビリティダメージによってダメージも稼ぐことができるし、号令レベルも安定して稼ぐことができるようになったよっていうこともあって、リーシャはね、評価を大きく上げたんですよね。うん、だからまあ今はリーシャを使われてるっていうような感じかな。まあどうだろうな、今後の、じゃあ次回の古戦場がどうなんっていう話なんだけど、ロゼッタもまあ別になくはないっちゃないとは思うんだよな。ロゼッタのすごい魅力的な部分としては、まあ、道中がちょっと安定しやすいですよね。まあ敵の行動にもよるんだけど、例えばだけど1アビ使って、
あの号令レベルを5にするじゃん最初に。真っ先に号令レベルを5にして、でその後5ターンの間バラの結界を使った状態で殴って、でその後もう一回結界を展開します。号令あの結界レベルを5にして、もう一丁で 50% の付近でバーストしてぶっ飛ばすみたいな動きができるんですよ。そう、そこがすごいねロゼッタのいいところで、序盤の安定がすごいしてるような感じかな。リーシャに関してはそのあたりの序盤の安定っていうのが特になくて、号令を上げたとしてもそれでみたいな感じになりがちなんだけど、ロゼッタの結界解放って DATA と攻防アップとか弱体耐性アップとかがあるから安定しやすいんだよな。デバフも回避した、まあデバフ回避はまあちょっと多分さすがにあんまり恩恵ないと思うけど、一番でかいのは防御アップだろうね。さっきも言ったんだけど、安定性で言えばロゼッタがすごい見られてたっていう話をしたと思うんだけど、防御アップもあるし、結界展開中はあのロゼッタ自身の防御性能、まあ反射ついてんだよね。だからちょっと耐久力高くなってるしっていうこともあってですね、道中の耐久力の安定っていうのはあるんですよね。まあティア銃とかかませて排水でゴリゴリぶん殴るぜみたいな形の場合は防御上がってる方があの排水管理しやすいから、まあそういう意味で言うと、まあ序盤の道中安定 HP50% までの安定に関してもロゼッタはわりかし使いやすいかななんていう風に思ったりはする。ただ、まあ、さっきも言ったようにあの攻撃食らわないと結界レベル上がんないから、攻撃を食らえない敵、例えば通常攻撃が単体対象の敵とかであればもうロゼッタは絶対に入らないんですよね。不安定すぎて全然入れられなくなっちゃうから、うん、敵によるっていう感じかな、うん、まあなんで今安定してるのはリーシャっていう話だね。どうだろうな、まあそんな歴史があるんですよ。昔はでも本当ロゼッタだったんだよ、本当に昔はロゼッタだった。さっき言ったような安定性っていう考えからもね、ロゼッタがすごいド安定なチョイスで、コルワロゼッタ、もう一人誰だったかな、コルワロゼッタニオ、コルワロゼッタ誰かみたいな、なんかそんな感じの編成で、敵のことを殴り合ってたような気がするんですが、いつしかですねニオ、リーシャ、グリームにいると、うん、安定性を捨てて、もう耐久力なんて終末武器ごとつで稼げばええがなみたいなね、そんなHP は終末武器で稼いだんだからお前たちに防御力はいらねえみたいな感じでですね、気づいたらニオ、リーシャ、グリームにいるという攻撃特化性能に攻撃特化編成になっていたというような感じでございますわ。まあサブ石に関してもね、 HP が増えるサブカゴ召喚石スロットにね HP 増えるやつをぶち込んだりすることもできるようになって体力的な安定があるから、まあ現状だったら まだリーシャが強いだろうなっていう感じはするけど、ただまあロゼッタも見てえよな、久しぶりに見てえなロゼッタ。ロゼッタはね正直フルオートに関して使ってあげたいんだけど、フルオートでもね使いづらいし、なんかちょっとこう環境に殺されたというか環境的な向かい風感がすごいよな、うん、ただ俺はロゼッタが好きなのでちょっと活躍、このキャラクター性能がすごい好きなんだよな。もうちょっとこう見たいなロゼッタが活躍する姿を。ちょっと最終上限解放が今月来なかったみたいな話をチロッとしたけど、ちょっと見てみたいわロゼッタが最終上限解放されて使われているその姿を、なんていう風に思ったりするということで、まあリミテッドロゼッタとリミテッドリーシャの歴史についての話でございました。はい、楽しかったって人は高評価またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。